まあ、クラクサナレデビューのことは言わない方がいいだろうけど、おお、なんかこの二人がスメールシティにいるのすげえ違和感。おっすー、うん、全員揃ったな。どうだ、それぞれの仕事はうまくいったのか。大丈夫、順番に報告しよう。俺から行く。どんな感じなの今。アーカーシャ端末の改装は完了した。それに用意するべき道具も全て揃った。うん、次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが、状況はちょっとややこしくなってな。とにかくティナリを見つけることができたが、あいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった。まあでもその代わりあれやね、なんだっけ、残票だけになったみたいな。まあ博士は今とりあえずこの国にはいなくなったから、だいぶ安心ではあるな。誰の仕業だ。その質問は何というか、旅人、ファドゥイか残票か、どっちって答えるべきだ。これは残票でしょ。ファドゥイ的にはきっとハイパ社を消すつもりだっただろうしな。お、セの知り合い。そんなわけで問題も発生したが、博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた。大事な用事があってスネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜ。あそこでなんかファドゥイの執行官じゃないけど、なんかファドゥイの傭兵たちが喋ってた話もすげえ気になるけどな。その外交っていうかね、この国に来てからだいぶなんか雰囲気が変わったみたいな話してたよな、博士の。だから博士を排除するって目標は無事クリアだ。それにティナリはもう安静にしてるから心配いらない。うん、そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預かってたんだ。自分の見たこと聞いたことを信じるってさ。うんうーん、自分の見たこと聞いたことを信じるね。ああ、覚えておくよ。俺の方も順調だ。エルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いてるはず。うん、ちなみに俺はその伝言全然忘れてた。すっかり忘れてた。不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残る。おう、よくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたな。ラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだ。ねえ、すごいことではあるよな。どうやら策が効いたようだな。おめでとう。ちゃんとおめでとうとか言えるんだ、アルハイゼンって。うん、これで終わりか。なら解散しよう。寂しい、飲みとか行こうよ。待てよ、これで解散だって。親睦深めるために。そうだが、こういう時は士気を高めるために何か言うべきじゃないのか。よーディシア、待ってました。昨日聞いた言葉聞かせてくださいよ、アルアイゼンさん。個人的な意見を求められるなら俺は家に帰る。曲がんねえこいつ、何にも曲がんねえ。こっから最終決戦だっつうのに何も変わんねえな。お前は家に帰りたいじゃないのよ。もう俺せの負けれとるわ、アルハイゼン。お前ってやつはたく、まあ、言うことないだろうしな。ああ、もし何らかの一言を期待しているのなら、俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけで、リーダーをやろうとしてるわけではないから。まあ確かに、お前は人の上に立てるような人間じゃねえよ。適任者を探した方がいい。うん、セノかディシアかな。お前ら教令院の学者たちはよく喋れると思ってたけどな。一つ訂正したい、俺の肩書きは書記官だ。いい、そんな喧嘩すんな、どうでもいいから。そりゃ分かってるさ。それで、はい、その意味は文字通り会議での記録係で、ああ基本的に発言しない。ああまあいい、うん、いい。ディシアが折れたわ。セノも演説好きなタイプには見えないから、ここは私のご主人様に。俺かよ、マジかよ。まあいいけど。ご主人様。ご主人様、まあ雇い主みたいになってっからね。旅人のことさ、私たちの間には雇用関係が結ばれたんだぜ。はい、報酬は笑顔一つで雇わせていただきました。ご紹介に預かりました、ペオルと申します。
本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。これからスメールシティを、進行して教令員たちの策を、潰していくことになると思いますが、この道は今までも歩いてきた通り、もう とにかく簡単な道ではございませんでした。そしてさらにこれからはさらに厳しくなる道となると思われます。これから私たちが戦うのは世界と言っても過言ではないです。中途半端な覚悟ならば今ここで捨ててください。我々はこれから国を潰しに行きます。皆さん覚悟はいいか。それでは皆さんご唱和ください。せーの、スカラマッシュ最高。最高。生意気キッズ最高。タルタリア最高。執行官最高。おお、早速士気を高めることを言ってみてくれ。考えさせて。俺パッと出したぞ。俺ペオル、ペオルシー、お前ペオルシバはさっさと出したぞ。アドリブでみんな集まってない。おい、ニーロ久しぶりだ。100ミッツありがとうございます。最高やな、やっぱファティスな。こんにちは。こんにちは。邪魔しちゃったかな。お久しぶりニーロ、元気してた？全然。これからあんたを探そうとしてたところだ。え、そうなの？真剣な顔で集まって、きっと何か大事なことを相談してるんだよね。写真探査ぶりだね。まあニーロは作戦とは関係ないけど。でもちらほら他の表情もあって、まるで何か悪いことをやろうとしているみたい。楽しそう。結構やんちゃだなニーロ。いいところに来てくれたなニーロ。仲間になる気はないか。勧誘すんな、関係ないだろニーロは。え、仲間になる？まあ神の目持ってるからかなり戦力にはなるかもしれんけど、ちょっとニーロまで巻き込みたくないけど俺。大事な議論に私も参加するってこと？そう、極めて大事なことだ。アルハイゼンは何にも人情がねえな、やっぱな。君のスケジュールにまだ空いている時間はあるか？いや、すっごい。デート？え、本当に誘ってるの？なんかニーローとアルハイゼン喋ってんのすげえ可愛いな。アライゼンズはジャニャーナガルバの日を予定を聞いた。いい話を聞いたニーロは初めショックを受けていたが、そのすぐにジュン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 、早いな。私自分の耳を疑っちゃった。あなたたちは私が知ってる中で一番大胆で心を躍らせてくれるスメール人だね。なんか優しいなニーロは。ほはん、あ、そうそう、スメール人じゃないけど同じくすごい旅人とパイモン。すごい旅人とパイモン、おもろいな。パイモンにすごいはかかってないかもしれん。すごい旅人で俺だけしかかかってないかもしれないぞ。ひひ、そうこなくっちゃ。かわいいな。なんかニーローがいるとだいぶ雰囲気和やかになるな。私正直に言うと、ちょっとだけ怖い気持ちがあるの。いや、まあでしょうね。でもクラクサナリデビ様のために私やってみたい。もし私の力が役に立つならすごく幸せだもん。ニーローもなんて仲間になってくれるのか。自分を信じろ。うん、明日グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするよ。うん、うっかりしてバレるなよ。ね、気をつけてね。もちろん。準備完了だな。これで解散していいか。うん、明日は神を救うんだ。なんかちょっとこのセリフいいな。いや、まあスカラマシがどうなるかわからないけどさ、まあスカラマシ自体もなんつうんだろうな、まあ結構辛い過去があって今に至ってるわけだからさ、この救うっていう言葉がかかってるのがクラクサナリデビなのかスカラマシュなのか、まあまあ両方みたいなさ、まあなんかちょっとそういうエモさがあるよな。言いたいことを、できる限りなら救ってあげてえけどな。ご主人様。何もかもが不思議だった。明日俺たちの手でいろんなことが変わる。そうだ、計画は偉大だしオイラたちもすごいんだぞ。そうだから、みんなぐっすり眠って。ベオルシンらしいな。かわいいなこいつ。いいね。確かにその通りだ。重要な行動の前夜、
良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる。その通り。幸い最近うちには俺しかいないから静かだな。どこに住んでるのそもそも。なんでもない。じゃあオイラたちは帰って寝るぜ。明日は早起きだからな。お前なんか奥さんとかいる？もしかしてアルハイゼン、お前なんか奥さんとかいる？出張中奥さん、なんか同棲してんなこいつ。よし、来たか。ちゃんと休めたか。いや怪しいかも。まあ8時50分ぐらいから寝始めたからいいか。まあ立ってたけど、オイラはよく眠れなかったぜ。今日やることを考えてたら緊張しちゃって、夜が明ける頃になってようやく眠れたよ。全然寝れてねえな。お前はどうなんだアルハイゼン、寝れた？前日の夜の休息も計画の一部としてみなしている。それに体力も重要なし。当然俺はしっかりと休んだ。そうか、そうですか。お前自分が冷静だってことを自慢したいだけだ。そういうんじゃないと思うけどな。計画を実行する前に緊張感をほぐすのも重要なことだから。すごいな、ここまで論理的に割り切って生きていけるんだったらマジで人生豊かだろうな。アルハイゼンは羨ましいわ。まあいい。それより俺たちがこれからやることについてもう一度説明は必要か。一応確認してほしい、確認したいです。まあなんでかっていうと僕聞けてないんで説明が。俺たちの目標は、はい、大賢者アザールの執務室だ。はいはいはい。その執務室には歴代の大賢者だけが利用できる操作台がある。はい。これは教令院内部の人間なら誰もが知っていることだ。はあ、この操作台でアーカー社の情報を更新するんだったよな。あまたの機密指令や操作がそれにより行われ、中にはクラクサナリデビの解放に関する命令もあるだろう。うん。そういえばずっと聞きたかったんだけど、賢者たちはどんな技術を使って神を閉じ込めたんだ？確かに。当然だが学者たちの力だけでは無理だ。だがスラサタンナ聖書の中にはもともとマハールッカ・デバータが単独で瞑想するときに使っていた外界と遮断するための装置がある。ってことはマハールッカ・デバータ自体が作ったってことですか。そして500年前の大賢者がその装置を改造し内部から操作できないようにした。つまり神の技術で神を閉じ込めたというわけだ。かわいそう。それでどうやってその大賢者の執務室に近づくつもりだ？どうやって行くの？今日はジュニアナガルバの日だ。はい。教令院にとって最も重要な日と言っても過言ではない。ここ最近の教令院の研究成果や法令などを缶詰知識の形でアーカー社に記録するんだ。故に賢者たちと教令院の中核メンバーたちは準備に追われている。なるほどね。各学派の学者たちは多忙を極め、教令院に出入りする人も格段に複雑になっているだろう。つまり紛れ込んで潜入するには絶好の機会と言える。大賢者が執務室から離れ自ら缶詰知識の記録を監督に行くとき、操作台で送信を解放するチャンスが訪れるはずだ。いけるかな。そんな結構いけるもんなのか。当然だ。何せこれは表の計画だからな。あ、はい。過去の経験からしてこの時間帯ならすでに教令員がジュニアナガルバの日の準備を開始しているはずだ。はい。神を救うために集まったみんなもそれぞれ位置についたはずだ。オイラたちが先陣を切ろうぜ。まあなんかあんまり分かんなかったけど、とりあえずまあなんか無理やり引っぺかすみたいな感じか。行こう。オイラたち、このまま正門から堂々と入って大丈夫なのか？俺らはつまり陽動なのかな。そうだ。こそこそする必要があるか。バレたら捕まりそうですけど。何も言い返せない。まあもし何かあったらアルハイゼンに任せるからな。うわ、セノンさん、プライムサムスカありがとうございます。セノンも俺の配信見てます。
はーん、わかりました。強霊院に入るのか。これ多分ダンジョン判定だよなと思ったけど、割としっかりした場所。こんにちはーす。初期感まあでしょうね。こんなとこにいていいわけなくない。ちょーす。お待ちください。アルハイゼン初期感ですよね。はい、そうですけどどんな顔声出してんの。俺だが、どうした、急いでるんだが。その後ろの人たち誰ですかってなるよな。あ、いえ、ただ突然あなたがここに現れるなんて驚きまして、最近賢者の方々があなたを探しているようです。何の用かは分かりませんが。まあ受注ハック悪いことしてるってバレてんだね。そのそれと、どうか部外者を強霊院の中に連れ込むのはご遠慮いただけると。いやいや、あのまあまあ、あのなんかあの部外者、君はどのようにしてそんな結論を出したんだ。根拠もない推論を口にすれば君が所属している治療派の恥だぞ。来たアルハイゼン武士、ひろゆきに唯一対抗できると言われたアルハイゼン。それはどういう意味ですか。私はチロン派でもトップクラスの学生です。前回の院内論理学の答弁でも学派の3位を取ったんです。なかなかともいいじゃん。見くびらないでください。何も見くびってるわけじゃない。ただチロン派の先輩としてある程度の思考能力を備えた方がいいと思っただけだ。アルハイゼンさんが無意味に部外者を連れてくるわけないじゃないですか。それに君が把握している情報から考えれば、俺が帰ってきた目的も、それに彼らがここにいる理由も、全て一目瞭然だろもうすぐクラピカみたいなこと言うもん、マジで。説明は不要だと思うが。出た出た、もう。そうなんですか。ちょっと待ってください。考えてみますので、まだ答えを言わないでくださいね学者ってこういうの好きなんだな。賢者の方々があなたを探している。金髪の旅人、部外者。そうです。まさか賢者の方々はあなたではなく、最初からこちらの旅人を探しているということですか。そしてあなたが強霊院からこんなに長く離れていた理由もなんかすっかり忘れてたけど、アルハイゼンは俺をなんか尾行するっていうのが目的だったんだったね。そういえばね、あの賢者から言われてたんだもんな。そういえばすっかり忘れてたけど。そこまででいい。さすがはチロン派の優等生だ。君の推測に間違いはない。こうやって気持ちよくさせて、あのなんとか知るみたいな感じね。やはりそうなのですね。先ほども言ったように、つい驚いてしまったので頭が回っていなかったんです。どうかお許しを。先輩からの励ましに感謝しますなんかいいな、ちゃんと後輩みたいないるんだな。礼はいい。俺たちはこれで失礼する。はい、強霊院への貢献ありがとうございます、初期官。いい人だなビラフ、なんかごめんないい人そうだな、マジで頭いい人なんだろうな。なんかそんな感じが会話の中からもすげえ伝わってきたわ。さっきのは何なんだ。あの学者、何が分かったんだ。サーナサーナ、お前も分かってないのかよ。まあ勝手に考えさせたってこと。ああ、彼がどんな理由を思いついたにせよ、自分自身を説得できるものだったんだろううままあ理にはかなってるわな。あの一応アルハイゼンはね、あのペオルシンとパイモンを尾行みたいな、あの調査することを一応ね言われてたからね。まあそれを説明しなくとも、まあ自分に思わせたということでございますね。いわゆる学者のプライドというやつだ。学術のことで指摘されたとてすぐ知ったかぶりをして身内を話すいやまあまあまあ、あんまそういうこと言わん方がいいぞ。結構怒る人いるぞ、そういうの聞くと。今の分からんでもないけどさ、そういった学者が数多く存在している。自分を賢く見せてるんだ。その姿がどれほど愚かなのかも知らずにな。いやまあ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 、まあ、学歴よりその後何したかって話でしょ、よく聞く。なるほど、賢い人を相手にするときはそれ専用のテクニックがあるんだな。こっちで言い訳を考える必要もないなんて無駄にできる時間はない。タイミングを逃せば面倒なことになる。早速入るとしよう。まあそうだな、もう何も悪くねえんだけどさ、アルハイゼン自体はな。これワープポイント、これ強霊院の中にあったのか。これ
なんか前全然見つかんねえなと思ったけど、あ、知恵の伝道だってよ。これこそが知恵の伝道じゃん。お邪魔します。ナヒーダのウルトでよく聞くセリフだ。失礼します。こんにちは。ここって教練員の図書館だよな。ああ、教練員の知恵の伝道だ。テイワット最大の図書館といえるだ。すげえ。ここって結構学生たちが通るんだよな。こんな堂々と入って本当に大丈夫なのか。ゆくあき連れてきたら失神するんじゃない、嬉しすぎて。なんだこれは。ああ、ブクブクブクってなっちゃいそうだけどな。もともと教練員の日常はペースが速い。さらに今日はジュニアナガルバの日だ。全員自分の仕事に追われている。そうだろうな。自然に振る舞えばいい。急ぐぞ。オッケー。あれとかないのかな、シェイクスピアとかないんかな。結構探してんだけどな、しばらく見当たらん。すげえ奥まであった。なんだこの本の量。お、前にあるこの台って何に使うんだ。ゆくあきおもろいな、お前。ゆくあきちょっとおもろいな、この折れるに信用でゆくあきおもろいな。これは教練員内部のリフトだ。高層階に通じている。ほーん。大賢者の執務室も上にあるんだよな。じゃあこれに乗っていくのか。いや、まだ大賢者と鉢合わせする可能性は排除できない。とりあえず近くで観察しよう。うん。大賢者がこのドアから出てくるってことか。だいぶ怪しいぞ今。それでこっそり忍び込むんだな。なんだかスリルいっぱいだな。本当にうまくいくの？どうなるかは知らん。だから知らんことあるな。バザールが今どこにいるのか確認できれば、今後の行動は一気に安全になる。確かに把握することが大事だな。では、お前たちにヒントをやろう。あらあらあら。私の居場所を知りたければ全然バレてる。後ろを見てみるといい。全然バレてますけど。お前は、ああ、久しぶりです。